武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学政治経済学部の2017年の入試について話していきたいと思います。まず2018年以降の変更点としてですね、政治経済が科目として使えなくなるという点がありますので、そちらちょっと注意してください。ではまず英語の勉強から話していきたいと思います。英語ですが、時間90分で配点が90点、大問が5題、出題されています。でそのうち読解が3題で会話が1題、英作文が1題で、その英作文は自由英作文という形になっています。で、早稲田の政経の英語ですが、まあ、全体的に文章が長めですね。長くて、で英作文も結構書かなきゃいけない量が多めなので、まあ、スピードがかなり必要かなと思います。で文の難易度、などに関しては、まあ、長いという点踏まえてもそこまで高い難易度というわけではありません。まあ、早稲田の中でも標準的な難易度であるとは思います。ただその、まあ、大問の数が多いということ、まあ、5題のうち3題が長文であ あるので、まあ、会話も実質長文みたいなもんなんで、実質長文と英作文だけで90分使い切らなきゃいけないんで、まあ、集中力と読む速さの強化はまあ大前提となります。で長文のレベル中、やはり総計レベルの参考書をしっかり終わらせることが大前提で、聞いてくるものがですね、内容説明問題と並べ替え正序ですね、文自体の正序と、まあ、あの語句の正序、問題出てきてますが、まあ、正序の参考書をやっておいた方がいいでしょう。というのはその政経自体結構合格点高めの学部なので、正直正序問題、文法の特に絡んでくる話では落としたくはないので、まあ、英語正序問題、聖戦600などをやっておいた方がいいかとは思います。で、で会話文が出ておりますので、この会話文の対策に関しては英会話問題のトレーニングなど長文形式の会話がちゃんと入っているやつを使っていきましょう。で自由英作文に関してはこれも英語長文ハイパートレーニングの和文英訳と自由英作文編で両方やっておいた方がいいでしょう。で、まあ、回答として要求されている内容自体は、特にその回答が思いつかないようなことを聞かれるような問題ではありません。ただ思いついた内容をちゃんと英語にできるかどうかっていう点ですね。これに関しては普段からやはり英作文に慣れておかないとなかなかできないかなと思いますし、さらにその回答の長さを考えると、やはりその無理やり引き伸ばした感がある回答だとどうしても厳しいので、ちゃんと回答欄を埋められるように、それこそ別に難しい表現使わなくても中学生レベルの英語でもちゃんとつないで伝えたい内容を説明できているという形が作れるように意識して練習してもらえればと思います。以上が英語の勉強となります。